1月14日、長野県下高井郡中野町で、祖宝家の細野翔太郎、初夫妻の次男として生まれる。少年時代から絵を描くことを好み、1892年、13歳で、山内町の渋温泉在住の南画家、小玉家庭に入門、軽月の画号を与えられる。小学校高等科卒業後は呉服屋、製紙工場、町役場で勤務し、 その傍ら中野町に滞在中であった、高島摂章に死縮。やがて画家として立つことへの思いが闇がたいものとなり、1896年、妹の結婚式の土作作に紛れて、同郷の友人、町田極光と共に故郷を出本、京都に出て、漫画家、内海吉堂に入門。しかし、二人はその画風を受け入れることができずにいた。 これを察してか二人の画力と性格を見抜いた、吉堂は、軽月に、京都の日本画家、菊池義文を紹介。翌1897年に、18歳での、その文化に加わった。ちなみに、町田極公は、寺崎広史行の文化となった。菊池義文は、校の倍霊文化。同門の竹内聖宝、谷口香里宮古寺加工と共に、 文下の四天皇とも呼ばれた、京都画壇政党の史上派の画法を得得していた、画家である。彼の下で研鑽を積み、入門の翌年の1898年には、第四回新古美術品展で、文樹が一等賞を得、さらにその翌年には、第二回絵画共振回展に出品した、助田タだけも一等賞となる。 その後も毎年受賞を重ね、1906年27歳で、法文の娘、秋と結婚、菊池家の婿養子となり、以後菊池生を名乗った。夫妻の間に1908年に生まれた、長男、菊池和夫は長じて彫刻家、1911年に生まれた、次男、菊池隆は、日本画家となった。創設されたばかりの文部省美術展覧会でも、 1908年の第2回展で名刺と村井荘が2等賞、翌年の第3回展で悪道の道が3等賞、その翌年の第4回展では友明かりで2等賞を受賞。同作は1911年にローマで開催された万国芸術博覧会にも出品。またこの年には京都市立絵画専門学校の助教諭となった。 名詞とむらい層1908年右側、名詞とむらい層1908年左側、悪者の道1909年、ともあかり1910年大正期に入ると、それまでの歴史上の故事に取材した作品に変わって、新編の風物を題材とした作品が主流を占めるようになり、1913年の金陰郎、1914年の夕べ王、 1916年の花野などが生み出された。同じ年に文典の永久無観査作家、翌年には絵画専門学校の助教授に昇進している。1918年に市であり、岐阜でもある法文が死去すると、市の後継者として菊池塾の主催者となり、同年には絵画専門学校の教授、さらに文典の審査員にも就任した。文天が、 翌年定点に改組された後も、引き続いて、審査委員を務めている。このように、画壇での地位を着実に高めていきながらも、1920年の、少女では、それ以前の作品に見られなかった鮮烈な色彩、不気味なまでに生々しい写実的表現が見られ、師匠から受け継いだ、史上派の伝統を牧師するだけでなく、 それを踏まえた上で、新しい独自の画風を確立しようとする姿勢が、伺える。京月1918年、少女1920年1922年、京都市から美学者の中井壮太郎、鷹野入江博夫と共に、ヨーロッパへの視察出張に派遣された。一年ほどに及んだ欧州滞在の間、フランス、イタリアを中心に各地を訪問、特に、 ルネサンス期のフレスコ画や肖像画に深い感銘を受け、ジマブーエやジョットのいくつもの作品を模写した。こうした経験によって古典的作品の偉大さや価値を再認識し、帰国後も仏教美術、山和へ、浮世絵の著作を研究し、収集した。こうした行動の成果は1924年の立女や翌年の春風払い弦となって結実。 前者では、奈良時代の絵画からの影響、後者では、浮世絵からのそれが、それぞれフレスコ画調の正朗な色彩というはしている。こうした作風は1928年の南ハテルまで到達点に達したとみなされている。この作品の完成には、同年の沖縄旅行で受けた感銘も大きく、関わっている。なおの作品は1986年4月に、 発行された切手趣味週間記念切手の図柄として採用されている。立女1924年昭和に入る頃からは、こうした傾向の作品と並行して均一でクールな線と抑制された控えめな色彩による白描画風の書作が生み出されるようになり、作品に二つの系統が認められるようになる。 こうした路線の最初は1927年の厚森で、1930年の婦女、翌年の主審さらにその翌年の少女がそれに続き、1933年の黒土場で完成の域に達したと考えられている。経月は、この前年の1932年には、 京都市立絵画専門学校と京都市立美術、工芸学校両校の校長となったが、この1933年にはそれらの職を退いて、絵画専門学校専任の教授となった。またこの頃には、若い女性の姿がしばしば画題となった。中でも特筆すべきは、その当時の風俗にのっとって描かれた、1934年の散策であろう。 こうした作品の誕生には、同時期の息子、和夫の結婚が大きく影響している考えられる。また、同年12月3日には、提出儀原因となった。1936年には、絵画専門学校の教授を退官、その翌年には、帝国芸術院の会員となったが、この前後の時期から、当時の日本をめぐる情勢を反映してか、 栗から峠の戦いに取材した1935年の大麻牛、戦場での武士同士の交流を描いた1938年の交換などといった戦を題材とした作品が目立つようになる。特に1941年の日米海戦以降は日本画家報告会による軍用機剣納店や帝国芸術委員会員による戦艦剣納店などといった 展覧会に作品を出品し、地位と名声のある画家として、戦時下における十五の式揮公用に協力した。1943年の湘南皇帝系も、皇室に対する忠誠心と敵と果敢に戦う強い意志を表す偶像と言われていた武将、楠木正重の二人の息子の姿を描いている。 光明皇后1944年1945年の終戦後は、同年の富士出現を最後として、大規模な作品の制作からは遠ざかった。やはり同年の作である、小堀演習は、水墨画風の遮脱や軽妙を見せるもので、画家が新たな境地を切り開いたことを示す。これ以後は、こうした商品が創作の中心となったが、その背景には、 自病の高血圧症の悪化による体調不良もあった。1947年に日本芸術院の会員、1950年には京都市立美術大学の名誉教授、1954年には京都市の名誉市民となり、同年には平等院法王堂の壁画模写の指導に当たった。その翌年の1955年9月9日、 農卒船により自宅で死去75歳だった。絶筆は源氏物語相図。京都市美術館で市民層が営まれ、市の翌年には京都と東京で遺作展が開催された。雑誌中央美術大正5年12月号漢方第2378号昭和9年12月4日。教訓を伝える。 教室間京都市学校歴史博物館編学びアタイムスリップ近代京都の学校誌美術史京都新聞出版センター2016年10月31日ピアニッシモ94から 96ISBN 978から4から763806901ありがとうございます